ヘディングで落とせる。川原、川原が決めました。エースの川原和久、愛媛が先制します。やっぱりホームでは横浜に対して強いんでしょうか。愛媛が先手を取りました。シュートも鬼さん良かったですね。そうですね、三原のボールが良かったですよね。非常に相手の前にヘディングしやすいボール入れたので、はい、パワー持ってヘディングすることができて、逆サイド2人フリーな選手がいて、うん、1人がスクリーンをかけてフィニッシュですよね。はい、いやこのゴールは愛媛にとって相当勇気を与えるゴールになります。まあ、この浦田のスクリーンで、はい、ここでスクリーンしてますよね、相手を。あ、潰してますね。はい、はい、でここで間に合わなかったところ